どうもしげしげです。本日は大の大冒険コラボ星7ハドラー使ってみたということで、ミヤーダ五条パーティーのサブに入れて気候上の絶対者やっていきたいと思います。ハドラーの性能なんですけれども、まずスキル、陣プラス 50% 以上の時に2ターン属性吸収無効なんですけども、この陣の色ですね、火水闇回復っていうところで、まあ、五条先生だったり、まあ、闇ミアーダもそうですし、あとね、ノクタリアとかも噛み合ってくるのかなっていうね、ここ最近の闇染め多色の枠において居場所があるのかなっていうスキルになってるんですけども、この 50% 以上の2ターンの属性吸収無効で言っても、いきなり最初のドリアードだったり、あと後ろで言うとゴルフェイス、ゴルケイオスあたりだったりの、まあ、属性吸収にも対応できるのかなっていう、他にもあったっけ、まあ、あったとしたら対応できますよっていう性能というかスキルで、なおかつ、まあ、覚醒スキルもめちゃくちゃ優秀で、スキブも4スで持ってるし、お邪魔の完全耐性もあるし、操作負荷もあるし、で3色攻撃強化で火力出せるしっていうね、超覚醒では無効貫通も選べるしっていう、まあ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 大当たりなキャラクターだと思ってるんですけれども、まあ今回ね76闇ミアーダでリダチェンして、まあ五条先生のフレンドでやっていきます。パーティーの詳細見ていきましょう。はい、まずソフィーで76にしていくんですけれども、超覚醒がコンボ強化、アシストが学園スサノオの武器でチーム HP 強化が3つ、まあ、後ろのスキルね、最初ちょっと楽する時にも使いますし、後半ね、まあ、エンハンスだったりで使っていきます。上限解放つけてます。で、ハドラー超覚醒が無効貫通の、アシストがダリアの武器で十字消し搭載したり、まあ、バインド耐性とか封印を補っております。チーム回復強化も素晴らしいですね。序盤回復のデバフだけ上書きしていきます。指に関しては今回ね、まあ、次紹介するんですけど、闇ミアーダがリーダースキルね、操作時間12秒固定なので全く問題ないかなというところが、闇ミアーダの強いところですね、強みっすね。で、超覚醒がスキブプラスのアシストがボンタ君ですね。はい、いうことはありません。めちゃくちゃ優秀です。まあ、本当はね、ここも、まあ、火力出るキャラなんで、上限解放つけたいんですけど、まあ、お邪魔目覚め耐性を、まあ、本当はこのパーティーで言ったら、伏黒もしくはハドラーにつけたらいいのかなって思うんですけど、まあ、ちょっとすでについてる上限解放を上書きするのってすごい勇気いりません。二次メダルで言うと3枚だしさ、ぶっちゃけ気候上とか全然落ちないしさ。って感じなんで、闇ミアダにはお邪魔の目覚め耐性がついてます。で、伏黒めぐみなんですけども、超覚醒がスキブプラスの、まあ、先ほども言った通り上限解放ついていて、すいません、ちょっとここ編成難易度が上がるんですけど、伏黒めぐみに伏黒めぐみ武器です。すいません、チーム HP 強化だったり、あとこのね、2ターンダブル吸収無効からの闇目覚めが強いんすわ。ダメージ吸収無効が必要なフロア、何回だか忘れましたけど、カーバンクル、闇のカーバンクルに対してあるじゃないですか。あの後、闇の目覚めかかってると、まあ、無効貫通が組みやすかったりして、超強いんすよ、この武器。はい、採用してます。で、回復薬ベリアルですね。超覚醒がスキブプラスなんですけど、今回アシストがチャコルの武器ですね。まあ、これで暗闇も 100% になっててって感じなんですけど、この3ターン威嚇プラス全回復で言うと、それこそドリアードのとこですね。まず消せないを回復して、そこ威嚇刺さるんですけど、まあ、威嚇で3ターン経過させて、その後、1ターンで超根性発動、1ターンで撃破。で、やるともう5ターン経つんで、その後の魔剣士でもう、ベリアルのベースのスキルがまた使えるという感じの構成になっております。で、フレンドさんが、超覚醒が超コンボ強化の、アシストがエミア武器の、上限解放の遅延2個の完全体五条悟です。ということで、覚醒バッジ HP で後付け実況でやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで今回も早送りを多用しながらサクサクっとやっていくんですけれども、まずですね、3ターンスキルを貯めていきます。このね、ソフィーと五条先生の状態でも全然耐久できるんで、全くそこは問題ないかなと思います。
ただ欠損には要注意で、まあ欠損したらダリア武器とか最悪使っちゃって OK ですね。うん、まあ、ボンタ君の闇ミアダは使えないにせよ、ワンチャン使っていいとしたらエミア武器の無効化もしくはまあハドラかな。うん、まあそんなに76なんで欠損することはないんじゃないかなと思いますけども、はい、3ターン貯めてあげて闇ミアダリダチェンして突破していきます。まあ普通にね、無難に一番右から倒していくようにすれば、まず1回でやられることはないんじゃないかなと思います。はい、これで突破してあげて2回で、先ほども言った通り、まあ欠損してなかったらね、ここでダリア使ってあげて回復力1を取り返しておきます。まあ、別にそれこそね、1回で欠損して使っちゃって、で回復力取り返さなくても全然やれることにはやれますんで、うん、いきなりだから回復力取り返せないから罪とかはないっすね。取り返されてても回復できるパーティーなんで、はい、まあそんな感じで普通に突破してあげて、まあ、この次っすね、さっき言ってたドリアードでスキルダメがどうのこうのってやつなんですけど、まあちょうどね、闇吸収だったりもあるんで、まあいろいろお見せできるかなって感じなんですけど、まず威嚇して、はい、消せない解除して、まあとりあえず暗闇の目覚めもね解除したいっすよね。十字組んであげて、はい、これでもう解除できました。あとはまあ盤面ちょっと作ってあげたりなんかしてって感じで、まあ、回復だったり火だったり光だったり、そんなに何コンボもいらないような色消してあげて、はい、あとは超根性発動させてって感じなんですけど、まあ、属性吸収無効、ここで一旦五条先生打ちます。まあ、エミア武器ですね、打ちます。で、真ん中のドリアード倒して、まあ右の超根性外れてないんですけどね、まあまあまあいいでしょうという感じで、まあこの後も普通に平積みで殴ってあげて、まあ全然ね、闇は L だったり十字だったり入れてあげればいいんですけど、はい、もうこれで右の超根性残ってなかったら突破してたと思うんですけど、ベリアルがもうたまに直してますね。これが3ターン威嚇の素晴らしいところで、魔剣士のフロアに関しては、ベリアル使ってあげるのと、まあ、爆弾もね、ワンチャンのミスとかが危ないので、まあ、本当に上手い人は問題ないでしょうけど、危ないので、ジンを使います。まあ、ハドラーがいいかなと思います。闇ミアーダのジンに関しては、ロック解除がついてるんで、ガチャドラのフロアとかでも使いたいんですけどね。ハドラーは、残念ながら、ロック解除はついてないと思う。まあ、属性吸収無効があるからね、全然いいんですけど。はい。なんで、まあ、若干ね、ターン稼ぎながら、あわよくば、ルーレットも回復しながらっていう。まあ、ルーレット回復ついてないんで、そのターンの経過で回復させながらっていう感じで、ちょっとまあ、時間使っちゃってもいいのかなって感じです。まあ、魔剣士のフロアをサクサクっと突破しちゃったとしたら、ここのカーバンクルのところで、ソフィーが溜まってもデバフ取り返さずに、時間稼げばいいですしって感じで調整してあげてください。はい、そんな感じで、ルーレットなくなったんですけど、まあ余裕があったらというか、ベイアルが溜まり直してさらに2ターン貯めておくと、遅延食らっても次初手ベイアル打てるんで、まあそれが一番無難かなとは思います。はい、これでもう2ターン目ですね、確かね。はい、2ターン経ってるんで、次2ターン遅延食らっても使えるっていうね、初手で使えるっていう感じになってます。ただ伏黒は結局下げられちゃうんで、うん、吸収無効かね。なんで、まあ、ベリアルを使った後2ターン耐久してっていう形にはなります。はい、まずベリアル使って火の消せないを回復して、平積みっすね。まあ、全体入れちゃってますけど、まあ、最初であれば、一撃であれば入れても問題ないかなと思います。で、二撃目は平積みで、まあ、闇チェックしてあげれば、無難かなと。で、伏黒武器が溜まりましたんで、使ってあげると。これがね、最初にも言いました通り、闇目覚めがついてくるんで、この後のフロアとか、まあ、特にパールとかですね、パールミネルバーぐらいから、本当に無効貫通がしやすい盤面が生まれるんですよ。危ない黒猫ちゃんが暴れております。失礼しました。で、ガチャドラフロアなんですけど、これですね、ロック解除陣、
いや、闇宮田は強い、マジで。本当に強い。4ターンですからね。4ターンで、落ち込みなしも書き換えられる。書き換えられるで言うと、本当にボス前のあの、龍雲祭だか、巨山祭だかも99ターン、落ち込んなしやってくるじゃないですか。それも上書きできちゃうんだ。ウロネコジが暴れてる。はい、パールだったんで、ソフィー使って、まず回復力取り返して、はい、無効貫通組みます。半分切ります。また回復陣、またというか、回復陣されるんで、ここはハドラーで対応していきます。ただ、これ、ひどくないですか？ハドラー。めちゃくちゃ偏って、闇9個ないんですよ。7、6番面4色陣で。これはビビった。なんでちょっと使いたくなかったんですけど、五条先生を使わされましたね。まあ仕方ないかなって。はい。そんな時もあります。気をつけてください。気をつけようがないけどね。はい、ということでバトル級ですけども、まあ HP は問題ないですね。はい。で、しっかり。回復4ゲージとかね、入れながら、回復しながら、平積みで問題なく倒せると思います。倒して、この辺は本当に五条先生様々ですよね。もう、ベースの火力が高すぎるがゆえに、この辺に関しては安心してプレイできるし、今も見てられる。で、バルディンだったので、覚醒無効ですね、回復してあげて、はい、平積みで、まあ、2パン、3パンぐらいを狙っていく感じでいいんじゃないでしょうか。まあ闇がね、めちゃくちゃあったら、2パンぐらいは狙えるのかなと思うんですけども。この盤面はめちゃくちゃ良かった。でも、無効貫通のパズルをミスっている。ただまあ、あんだけ闇あればって感じで、はい、倒せます。いや、パズルはね、相変わらず下手なんですけど、パーティーのスペックが高すぎるがゆえにどうにかなってしまう。パーティーパワーですね。はい、グランディスは余裕なので、ちょっと、2秒ぐらいの出演でした。グランディスはね、火力で抜いた後も、五条さんのあの、固定追撃でも、一瞬で溶けるんで。で、その後ね、アルバートちょっとこれめんどくさい、やつなんですけど、アルバート苦手なんですよね。まぁ、今回もちょっと危なくてですね、まず、まぁ、覚醒無効に関しては、伏黒でサクッと解除してあげて、まぁ、一発目、エンハンスもかかってたんで半分切ったんですけど、この後危なかった。これ、ちょっとね、ワンチャンやられてたね。この削り危なくない？めちゃくちゃ危なくない？うん。で、また覚醒無効も食らっちゃうわけですよ。いや、アルバート嫌いだわ。危なっかしい、アルバート。いつも。どんなパーティーでも。はい。まあ、なんとかね。なんとか倒しまして、この次があれですね。13回ということで、来ました。ゴルフェイスだっけ？光がゴルフェイスだっけ？すいません。どっちがどっちだか。巨山祭もわかんないんですよね。ゴルフェイスですね。ゴルフェイスが闇吸収あるんでね、ここで来ました。ハドラーの出番。ハドラーが、まあ、先制もないんでね、50パー以上キープできてるってことで、属性吸収無効2ターンがついてくると。まあ、同時にね、デバフも取り返しでソフィー使うんで、ワンパンが余裕ですと。素晴らしいですね。これだけでもハドラーの価値はあると思ってますよ。で、これ巨山祭だか、龍雲祭だか。巨山祭ですね。火が巨山祭。これ何十回も確認しても覚えられない。はい。巨山祭に関してもやることは一緒なので、まあ、半分切って、デバフと消せないを食らいますと。で、消せないに関しては、ベリアルで返してあげて、デバフに関しても、ソフィーで返していくと。なんで、まあ、序盤というかはね、ソフィー、溜め直しというかで、まあ、コツコツ削っていければいいのかなという感じですね。で、後半に関しても、まあ、コツコツで、闇が9個作れる状況であれば、まあ、ルーレットから取り出したりしてね。はい、こんな感じで、まあ、なんとか打ち込むの。で、突破と、いう感じで。いや、結構ボスまで、まあ、それこそ、アルバートとか危なかったですけども、ボスまで全然、余裕はあったかなって感じですね。特にハドラーの属性吸収の、あれが、ボルフェイスが気持ちいい。で、ヘキサゾーンに関しても、本当にもういつもいつも同じなんでね。石壊して、めちゃくちゃカットする。まあ、一番カットしたのは、グランディスだけどね。はい。で、ヘキサゾーンね、半分切るときには、エミアの無効化を貼ってあげて、
フラって、フラって、ベリアードで回復。で、まあ、暗闇の解除を狙いつつも、いいのかなっていう感じで、完全に回復するの待ってたら倒せちゃったりもするんで、余裕があったら十字組むぐらいでいいと思うんですよね。組まなくてもいいのかな。まあ、そんな感じでね、ガンガン、あとは組んでいくだけなんですけれども、皆さん、決め時には気をつけてください。僕は未だにこの決め時を分かっておりません。7周もしてるし、ヘキサゼオも作ってるんですけど、決め時が分からんくて、いつも適当なんですよ。で言うと、今回、はい、この次ですね。もうこれぐらいであれば、まあ今見たら削れるのは分かるんですよ。今見たらね。ただ、まあ、伏黒を使うじゃないですか。伏黒を使って、なんだったらもう五条さん打ってさ、闇、火、水、めちゃくちゃ多い盤面で攻めればよかったのに、まあ、ひよってんすよね。ひよってるやついるんすよ、ここに。で、ここ闇、もう一コンボで入れられるのに入れないと。いう中途半端なことをした結果ですね、右残しをしてやられてしまいます。すいません、ハドラーの使ってみたなのにしっかり勝ち切ることができませんでした。皆さんはぜひ気をつけてください。気負らないようにしましょう。そんな感じでハドラー引けた方は使ってみてください。本日は以上です。さよなら。